ニューヨークはアメリカ海軍の総合巡洋艦。艦名はニューヨーク州にちなむ。その名を持つ艦としては四隻目。ニューヨークは1888年に建造が認可される。1890年9月19日にフィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズで寄港する。1891年12月2日にヘレン・ページによって命名、浸水し。 1893年8月1日に、艦長ジョン・フィリップ大佐の指揮下収益した。南大西洋戦隊に配属されたニューヨークは12月27日に、リオデジャネイロに向けてニューヨーク湾を出港し、1894年1月にタイプビーチに到着する。3月23日まで同地に泊まり、ニカラグアと西インド諸島を経由して帰国する。8月に、北。 大西洋戦隊に配属され、陶器訓練のため西インド諸島へ帰還。トリニダードのポートオブスペインで発生した火災に対して救援を行う。ニューヨークへ帰還すると1895年にヨーロッパ戦隊に加わり、キールに向けて出港。キール運河の開通式にアメリカ合衆国代表として参加した。ニューヨークは北大西洋戦隊に再び合流し、 1897年まで、チャールストンのフォートモンロー沖及びニューヨーク沖で作戦活動に従事した。ニューヨークは1898年1月17日にキーウェストに向けてフォートモンローを出港し、米西戦争が4月に勃発するとキューバに向かい、マタンザスへの砲撃を行う。5月にサンフアンで他の艦と合流し、スペイン艦隊の策敵を行う。 アメリカ艦隊はスペイン艦を発見することはできず5月12日にサンフアンのエルモロッコキャッスルを砲撃するその後ニューヨークはサンプソン提督戦隊の機関となり7月3日のサンチャゴデキューバ海戦に参加する戦闘はアメリカ艦隊の完全な勝利に終わったニューヨークは8月14日に帰国の都につき戦勝記念式典に参加する翌年は 各地の海軍民兵を乗せキューバ、バミューダ、ホンジュラス、ベネズエラへの巡航を行い、夏にはニューイングランド沖での戦術作戦に参加した。1899年10月17日にニューヨークは中南米の紛争地域に向けて出港した。ニューヨークは1901年にアジア艦隊に配属され、ジブラルタル、ポートサイド、シンガポールを経由して、カビテに向かい、 同地で艦隊の機関任務に就く。7月に横浜に向けて出港し、ペリー来航記念碑の除幕式に参加する。10月にニューヨークはサマール島及び他のフィリピン諸島に訪問し、反政府活動に対する戦闘に参加する。1902年3月13日、香港及び他の中国の港へ向かう。9月にはロシアのウラジオストックを訪れ、続いて韓国を訪れ、 11月にサンフランシスコに帰還した。1903年には太平洋戦隊に配属され、2月にアメリカ合衆国の権益保護のためホンジュラスのアンパラに向かう。ニューヨークはマグダレナ湾経由でサンフランシスコに帰還し、ルーズベルト大統領のレセプションに参加した。1904年にニューヨークは艦隊とともにパナマ、ペルーを訪問し、その後6月には ピュージェットサウンドで太平洋戦隊の帰還となる。9月にニューヨークは大統領による日露戦争期間中の中立指令を受理した。1904年12月21日から1905年1月4日までチリのバルパライソに停泊した後、ニューヨークはボストンに向かい近代化改修のため3月31日に退役する。1909年5月15日に再就役し、 ニューヨークは6月25日にボストンを出港。アルジェ、ナポリへ向かい7月10日に総合巡洋艦船体に合流。艦隊と共に23日起都に着く。その後は大西洋で作戦活動を20時し、12月31日に予備役となる。1910年4月1日に完全に最終駅し、ジブラルタル、ポートサイド、シンガポールを経由して8月6日に、 マニラでアジア艦隊に交流したアジア水域を拠点としてニューヨークはフィリピン諸島中国日本の港へと巡航したニューヨークはその艦名を戦艦 BB-34 に譲るため1911年2月16日にサラトガと改名されたサラトガは続く5年を極東で過ごす1916年2月6日にワシントン州ブレマートンに向かい 太平洋予備役艦隊での検定任務に入る。アメリカ合衆国の世論が第一次世界大戦への参戦へ傾くとともに、サラト川1917年4月23日に完全襲撃し、6月7日に太平洋偵察部隊に合流した。9月にサラト川、メキシコへ向けて出港する。エンセナーダでサラト川32名のドイツ人と数名のアメリカ人を乗せた商船を打破した。 11月にサラトガはパナマ運河を通過し、ハンプトンローズで大西洋艦隊巡洋艦船,船体に交流した。ここでサラトガはその艦名を巡洋船艦 CC-3 に譲るため、1917年12月1日にロチェスターと改名された。左側に位置するのは上海におけるロチェスター。右側の艦は日本海軍の総甲巡洋艦、出雲。 フランスへ向かう戦団の護衛任務の後、ロチスターは、チェサピーク湾で武装上院の標的及び防御訓練に従事した。1918年3月に、再び護衛艦任務を再開し、戦争の終了までその任務を継続した。ロチスターは1932年2月25日に、バルボアを出港し太平洋艦隊に向かった。4月27日に、上海に到着し、 6月に、ー子港において、艦隊と合流。活動の後フィリピンのカビテに向かい1933年4月29日に退役する。その後ロンガポ造船所に8年間経流された。ロチスターは1938年10月28日に除籍され、1941年12月に日本軍によって撃沈された。沈没の後、ニューヨークは、 人工岩礁として使用された。観光産業が成長し、スービック湾は潜水観光地となった。沈没したニューヨークは、アジアにおける最も有名なダイビングスポットの一つとして知られるようになった。ありがとうございます。